できました。はい。終わりじゃないですか。今年も秋がやってきましたね。これは一番いいのができました。一番ですか。はい。はい、もうトイプードルです。秋ニットです。この生地のカーディガンとプローバーニット4色作りました。去年もニットたくさん作っていましたよね。そうですね、今年も、まあ、正直これ以外もたくさん作ったんですけど、こちらが第1弾です。何にでも合うものを一旦作りました。今回はちょっとカラーとか見せてもらっていいですか。こちらまずこの色と、やっぱり俺この色が好きみたいです。どうやらなんかしっくりくる。で、まあ、濃い茶色と、まあ黒ですね。こちらの4種類をお届けします。サイズとかは、これはこれも一番大きいの着てる0123の3かな。安田ヒットよりはゆるっと着たいよね。ニットはポイントとかありますか。触ってもらわないとわからないね。チクチクするの一番嫌いなんですよ。そうならない糸を選びまして、あったかいし何せ気持ちいいっていうことです。そう、商品からどんどん離れていくっていうことです。紹介は終わったっていうことです。紹介は終わりました。じゃあ今日撮影お願いします。お願いします。たけさん、なんだ、もう9月ということで。9月だ。はい、夏も終わりか。終わりだ、夏なんてのは。あ、なんで切れてるんですか。夏なんてのはもう終わりだ、9月だ。今年どうですか、夏っぽいことできました。夏っぽいこととは何だ。まあ、例えば、うん、花火に行ったとか。行ってない。スイカを食べたとか。食べてない。海に行ってきたとか。行ってない。何もしてないですね。行ってない、そんなことは。旅行とかはどうですか。最近行けたりしていますか。行った。お、どちらに行った。香港、LA。 え、何をされたんですか。仕事につながるような人と会ったり、美味しいご飯を食べたりなどした。じゃあ今後そのお仕事を何か聞けるかもしれないですか。そうだな、いいお知らせができるように頑張りたい所存である。探ってますね、今自分で。こっちかなみたいな所存である。いや、今年すごい暑さが。今年は一番暑かったな。だけどさ、暑さ対策とかどうします。夏は仕事入れない。暑いから。夏の撮影ほど過酷なものはないから。本当にその夜どうやって寝たらいいのか迷う夏ではあった。私はエアコンがあまり好きではなくてだな。できる限りクーラーをつけないで過ごしたいのだ。しかしさすがにだな、今年の夏は暑すぎて暑すぎてもうどうにもこうにもならなかったな。みんなどうやって寝てるんだ。逆にそんな暑い日に食べたいランチというのは何が。そば。そばが一番いいな。ジャパニーズソウルみたいな。そばには宿っているからな。どこも行けてないって言ってますけど、行きたいレジャーとかあるんですか。いやいやいや、すべてしたいよ俺だって。花火大会とか行きたいぜ。行きたいぜ。マリンスポーツみたいなのしたいぜ。足から水が出てくるやつとかやってみたいよ。やったことない。例えば YouTube で行きますよって言ったら行ってくれるんですか。行かない。やっぱ暑いのが嫌だ。とはいえもう9月なんで、お秋になるじゃないですか。そうだな。気持ち的になんか秋になるとこうなるなみたいな感じだったりします。秋になると仕事をしだします。そうなんですね。夏はリアルに入れません。基本秋冬に働きます。私は秋冬から春の始まりぐらいまで働いて、でも熊と一緒です。生活です。逆ですけど。逆、はい、丸々の秋といえば何ですか。ああ、それはでも食欲じゃないですか。やっぱり秋美味しい食べ物たくさんありますから。栗、サンマ、松茸。ちょっとお腹減ってますか。うん、秋の話する。福井さんは秋のささやかな楽しみとかありますか。何それ。まず自分に問うた、その質問を。自分まず我がに問うたか。
問うてみろな。アキ、アキ好きですよね。そして答えてみなさい。アキ楽しいですか。うん。違う、ささやかな楽しみ。スポーツの秋とも言うじゃないですか。言うよな。はい。スポーツは私はしませんね、はい。え、運動好きじゃないってことですか。やると楽しいんだけど、やるまでがめんどくさいね。ソファーに座ってたいじゃん。運動会とか覚えてますか。もちろんもちろん。運動会で得意な種目とかありました。ある程度、まあ、何でも得意でしたよ。大抵のことは。小学生の時とかやっぱ活発でしたね。リレーとか絶対出てたし、そう、小中までだな。それは高校の運動会とか本当に全ての種目を棄権してました。なんかカッコつけてたんだろうね。目立ちたくなかったんだよね、異常に。文化祭とかもクラスでみんなで踊ったりしてたんだけど、全員出たけど俺だけだよ。やばいね、今思うとね。でしかも何がやばいって、俺当時ブレイクダンスやってたの。やってたんですか。ダンスやってたの。めちゃくちゃストイックに練習しとかしてたのに。いやだから披露したらいいじゃん。結局高校3年間で一度も披露せずに終わったな。ダンスとか今もやりたいって何ですか、その時。ああ、やりたいっすよ。けどまあなかなかいきなりダンススクールに飛び入りすんの無理じゃん。それこそ仕事とかでオファーしたら。ああそうね。気は進んでない感じが。その高校時代のなんか自分のその感情みたいなのって覚えてたりするんですか。めちゃくちゃ覚えてる。なんか分かるんだけど、それやって何がいいんだよ。だから変にみんなとは違うみたいな、自分の中の美学的な理想像を追い求めすぎた結果、何も楽しめない。でその追い求めたその美学を誰に理解されるでもなく、どこにも届かず、誰にも響かず。楽しいな方が絶対いいからね。やっぱ卒業してから気づいたんですか、その絶対。いや、薄々思ってたよ、在学中も。あ、そうなんですか。これはこのままで良くないな。薄々は思ってたよ。けどなんかね、一度こうと決めたらやり遂げるみたいなところがあるから、やり遂げてる。実はですね、まだ視聴質問がいっぱい余っているんですよ。そうですよね。なんかちょっと視聴者からの質問も織り交ぜていこうかなと。ぜひ。思います。イライラした時の解消法は何かありますか。歌う。ええー。それじゃあそもそもイライラってしますか。する。あ、いいってなる。そうですよね。うっぷん晴らす時の歌とかあるんですか。5月の回、ラッドウィンス検索してみてください。この世の言葉史上最も殺傷能力の高い歌詞になってます。たけるさんが今この瞬間に頭の中に浮かんだ言葉は知りたいです。何でそんな質問。何を浮かべましたか今。ファ。たけるさん、 A のスタッフの皆さん、いつも素敵な、商品をありがとうございます。ありがとうございます。質問ですが、たけるさんのリラックス方法は何ですか。これからも楽しみにしています。みんなリラックスしようって思わないとリラックスできない。だって家に帰ってさ、はい、座ったらリラックスできるじゃん。だそういう意味で言うと、好きな家具とか買ったらいいじゃん。好きなもので身の回りを埋め尽くす。たけるさん、今新たな仕事をするなら何をしたいですか。自分以外のなんかのマネージメントとか。グループを作ったりみたいなのですか。ああ、朝やみたいな。はい。あ、それも面白いかもしれないですね。でもなんかライブのプロデュース、ライブの演出とか、ホテルのオーナーやってみたいなって思うことはよくある。プロデュースとかは今までは何回かされたことあるんですか。他人のプロデュースをしたことはないかな。自分のこの俳優の弟子みたいなの作ろうじゃないですか。それはないかな。あ、俺別に師匠いるわけじゃないんですよ、うん、つまり誰かを育てたいというか、大きくなってもらいたいって時に自分でやっぱ考えて自分なりの道を歩かないとダメだなと思うから。今、たけるさんの冷蔵庫に入っているものが知りたいです。何ですか。ラット、ビタミン C、ツバメの巣ゼリー、あとビールが入ってます。冷凍庫にはハーゲンダッツ。一番最近購入したものって何なんですか、たけるさんの買い物。でも私はもうほぼほぼアマゾンです。普通にボディーソープとか、歯磨き粉とか。逆にファンに聞きたいことって何かありますか。ああ、そ
そうね。そうね。そうね。ない。わかる大体。聞かなくても。聞く必要がない。SNS とかチェックするんですか？しますよ。インスタ、ツイッター、TikTok はたまにしますよ。ちなみにエゴサとかするんですか？エゴサもしますよ。ドラマの放送日とかは見ますね。たけるさんに気持ちを伝えたいですっていう時はどういうハッシュタグをつければいいですか？ハッシュタグ…ハッシュタグなんでもいいんじゃない？ハッシュタグなんでもいい。その名前じゃダメなの。差別化したいってこと？そうなんです。ああ、そういうこと？でも俺そのハッシュタグで検索しません。しません。名前でつぶやいてください。わかりました。ありがとうございます。すごい細かい質問がたくさん来たので、ちょっとここは一気に行きたいと思います。好きな果物は何ですか？夕張メロン。好きなお肉は何ですか？お肉？はい。美味しいやつ。何肉かとかじゃなく？全部好きですね。好きなお魚？アユ。アユの塩焼き。好きな飲み物は？いちご。俺好きなおにぎりの具は？からし明太子、ツナマヨ。好きな童話は？童話？はい、赤ずきんみたいな。みたいなんですか？狼少年。なんでですか？嘘つきが最後痛い目に遭うから。テンションの上がるロケ弁は？オーベルジーヌ、キザン、ツタヤの乗り弁、今半のいいやつ。いいやつ。今半の卵が半熟であるいいやつ。自分と相性のいい人、悪い人ってどんな人ですか？それは分からないですけども、SNS に人の悪口とか書いてる人は相性良くないと思います。相性というか、いやです。初めての人とどうやって打ち解けますか？打ち解けるためなわけじゃないけども、質問しちゃいますね。その、こんな子供だったのとか、好きだった教科何とか、何歳からこの仕事始めたのとか、現在までの生きてきたその道を聞いて、でそれが分かった上で、じゃあ話題を振ったり。じゃあ、たけるさんも自分の俺たちみたいなの話す？話しません。話さないんで。私は話しません。聞くだけ聞いて。一方的に聞くだけです。もちろん聞かれたら答えますけど。たけるさんのこれだけは負けないことって何かありますか？そんなのはないよ。誰にも負けないことなのかないよ。無理無理。たけるさんが自分の性格はどんな性格だと思いますか？人とじゃあ違うところ、あえて言うならば、はい、とにかく真実主義者です。なんか正しいことが自分にとって大切だし好き。結構正論言う人好きですね。ありがとうございます。質問は以上なんですが、もう最後に一言視聴者の皆さんにいただいてほしいです。いつも本当にありがとうございます。もう秋が来まして、季節の変わり目は体調などを崩しやすくなっておりますので、どうかご自愛くださいませ。私はしばらく休んでおりましたけど、秋が終わり、冬になる頃にはまた仕事の方をさせていただきまして、皆さんの元気姿を見せできるよう頑張りますので。カットでお願いします。特に言うことがありませんでした。お互い頑張りましょう。いろんなことがあると思います。カットでお願いします。A のニット新作が完成しました。非常に着心地のいい素材、そして暖かい生地になっておりますので、今年の秋はこのニットに包まれて暖かい気持ちで過ごしてください。これもカットで。もういいです。最後にどこも大丈夫です。大丈夫ですか？ありがとうございます。ちょっとしっくりくるのが出ませんでした。何度かトライしたんですけど。すみません、本当に出ませんでした。ありがとうございました。うっす。